吉田さん、あの、サンマルのセルシオ、やっぱりね、調子いいですね、とっても、うん。だから、レクサスもいいと思いますけども、やっぱりセルシオ以上を求めても、その良さがね、本当に見分けれるような、私のセンスではないですね。はい、それでですね、まあ、車っていうのを、なんか、女性に例えることがあったりもするわけなんですよ。これは私じゃなくてね。だから、いい女には、いくら、 お金をかけてもいくら燃費が悪くても全然気にしないみたいなねそう考えていくと車の燃費を気にせずに乗ってる人っていうのは、まあ、なんか結構ねあの愛する女性にお盤振る舞いしてるなっていうふうにも考えられるかなと思いますでも逆に車なんて乗れればいいよみたいなことを言ってる人っていうのはある人から言わせるとね女なら誰でもいいよやれれば誰でもいいよみたいなのと同じだと まあそれはちょっと言い過ぎなんじゃないかなと。車と女性っていうのは全然違うもんですからね。まあ別の良さを追求すればいいと思いますけどね。まあけどね、こういうふうに、いろんな価値観、いろんな見方をする人がいるからこそ、自分がいらないものを誰かが欲しがったりとか、そこに不等価交換の法則が起きたりするんでしょうね。うん。まあでも私は今でも LS30 で良かった、LS じゃないや、サンマルセル州で良かったなと思いますね。なんかこの、 ボディとね自分の体と一体化するみたいなことをね言ったらちょっと他のセルジュファンに申し訳ありませんけどもでもそんな感じしますねいってらっしゃい。